君に花を空に魔法を大気汚染しないで、空を魔法で汚さないで。冷た。温泉じゃないもん。さすがにさ、クジラのザパンは温泉ではやらないでしょ、常識的に考えて。クジラか知らんけど。ねえフィガロ先生。お見事じゃミスラ。すごいすごい。あ、かわいい師匠。ねえフィガロ先生。空間の扉から波が溢れておる。え、今なら開いたんだ。え、あれ難しいんだよね、すごくない？へえ、こんな短時間に。私の喉も開いてくれる？閉じてきた。ねえフィガロ先生。お前たちの好きにはさせない。さっきまで好き勝手やっといて。あなたは魔法使いじゃなく魔法使いよ。ボロハベーレ。出た、ボロハベーレ。レストラン開いてほしいわ、ファミレス。ボロハベーレ。え、どうすんのこれ。え、勝てる？むむむ。あ、ありがとう。よし、絵の外に出た。え、すごくない？え、なんで？傷は？ノスコムニア。ノスコムニア。絵から出てきた子供の双子が赤い髪の男を守った。うわぁ、やっぱ最新技術ってすごいんだよ。テクノロジーが進んできてるからね。絵から人も出る。びっくりしたじゃろ。いや、すごい、さすがです師匠様。ねフィガロ先生。ミスラ、扉の維持に専念するがよい。そなたを結界で守護するくらいはできる。弱ってるんでしょこの二人でも。もう年だから老後生活楽しんでほしいね。頼みましたよ。あ、ミスラ。そなた、名を申せ。そなた？バイオレット。あ、名乗った。バイオレットや、先日の借りは返させてもらおうかな。あ、そうだよ。子供をいじめるのは趣味じゃないわ。子供だと思ってる。優しい子じゃ、存分に可愛がってやろう。確かに我は優しくないのでな。敵にしては優しいよね。子供はいたぶる趣味じゃないんだね。ほほほ、我も優しくないのでな。どっちも優しくないね。じゃあ、いや、師匠は可愛いからね。ボロハベール。ボロハベール。ノスコムニア。お、これ二人で一つの魔力になってるのか、それぞれに個々の魔力量があるのか、どっちなんだろうね。ミスラさん。あ、ルチルだ。ルチル。あ、よかったね、運命的な出会い。そのまま扉を開いてて。フィガラ先生。ビビを海まで連れて行く。そこで蹴りをつけよう。いや、フィガラ先生さすが。もうなんといってもこの司令塔感ね。いや、さすがだよ。私が喉を潰れてももうフィガラ先生のところに行きますからね。ねえフィガラ先生。リビ、まあいいか、お任せしも。リビ、ちょっと待ってください。ルチルは置いていってくださいよフィガロ。え、ちょっと待ってくださいよって、待ちませんよ。大丈夫です、ミスラさん、任せてください。うん、リビー、こっち。お、リビーね、仲良くなっちゃっても。嘘でしょ、ルームメイトじゃん。嘘で、本当だよ。心配ならミスラも来てよ。泳ぎは得意だっただろ。フィガロ先生、フィガロ先生のために喉も潰しますよ私は。ねフィガロ先生。扉に飛び込むよルチル、息を止めて。あ、いいじゃん。はい、さすがフィガロ先生。見てこれ、ねえみんな見た、このテキパキ司令塔につくリーダーシップ、すごくないこれ。だって基本的に魔獣なんて絶対に相手するわけないじゃん。常日頃から日常的にやってるわけじゃないじゃん。日常的に化け物相手にしてる人いる？どこに行くの？やだ。ああ、もう俺も行きます。あなたたちも付き合ってもらいますよ。あ、ミスラ、我らの絵濡らさないでね。はい、大事にしてね。はい。アルシム。アルシム、待ちなさい。待たない、追いつけないでしょ。50メートル走遅いからね。え、何？え、すごっ。え、冷たい。音が水の中だ。どっちが上だろう。音が反響しない世界だ。フィガロ先生。フィガロ先生。ミスラさんは。え、わからないね、フィガロ先生。え、呼吸できてるの？足が何かに絡まった。呼吸大丈夫？足に何か絡まった。
え、何？今度は誰かに手を掴まれた。え、何？引っ張り上げようとしてくれてる。え、何？吐き捨てられたガム？どうしよう。両側から引っ張られて、体がちぎれる。え、ジグソーで見たんだけど、そういうの。腕から手が離れ。え、これ、おならしたらすぐバレるよね。え、すげえ、綺麗。え、こんなにくっきり見えるのすごい綺麗じゃん。私の声は霞んでるけど、あなたの景色は綺麗よ。大丈夫ルチル。ミスラ、それルチルの足だよ。俺がしたみたいに腕を持ってやって。フィガロ先生かっこいい。やっぱ私思ってたんだよね、フィガロ先生の七五三はオーロラ背景の前で撮りたいっていう。足だっていいですよ。よかった、無事で。よくやったね。頑張った、みんな。すみません、心配かけ。心配なんじゃないよ。え、む、息吸えなかったんだ。逆さ釣りはやめなさいってば。顔使ってる。おいおいおい、何やってんの。それ魚を生かすときにやる手法じゃないの。いや、お、白雪姫。リバイアさんじゃん。リヴァイアさん、で、どうすんのこっから。巨漢のゲップ。大きい。大きいね。故郷の岩山くらいある。まるで神様みたい。え、神の使いとかそんな感じ。もしかしてリヴァイアさんってただ大きいだけですよ。いやー、そんなわけないよ。なんか理由があるよ。取れなかった棚上のものを取れるようにこのぐらい大きくなったんじゃないの。わざわざこの子の力が最大限発揮できる海に来るなんて。あ、そうなの。何を考えているのかしら。バイオレット何もしてないじゃん。仕方ないさ、あのお城がぶっ壊れたら悲しむ子がいるんだ。わあ、余裕だ。この余裕さが気持ちいいよね。それに水遊びが得意なのは俺も同じだよ。あ、そうなの。俺もですよ、湖畔育ちなんてね。いいじゃない。ちょっとフィガローズね、これ。チーム名フィガローズね。じゃあ人を読みしようか。え、教頭。行け、海の魔王よ。かっこよ。アルシム。アルシム、おっしでよ。あ、うぅー、賢者様はご無事だろうか。私の喉が死にましたね、すいません。殺すつもりならさらったりしないはずだ。そうですね。何者が賢者様をさらったのでしょう。一国の王城を一瞬でこのように変えてしまうとは。今初めてリトルマーメイドのアリエルの気持ちが分かりました。あの微弱アリエルで。ムルに恨みを抱く人物だとシャイロックは言っていたが、オズ、皆の気配をするか。ムルに いわくつき物件。あ、オズ。わからない。わからないんだ。賢者様さえいらっしゃれば、はい、オズ様も魔法が使えるというのに。います、私います。あ、ごめん、いませんでした。今大いなる厄災の傷は仕方のないことだ。うん、オズ様、いつもの癖で呪文を唱えないようにお気をつけください。はい、そうですね。魔法を使おうとするとオズ様は眠ってしまわれます。頭を打つと怪我をなさいますから。はい、そうだよ。え、これ本当にオズだけすっごいデバフかけられてるんだけど、かわいそうに。わかった。いや、オズ自分の体大事にしてね。息子も言ってる。何かの時のために息子もに。こちらの剣を預けておきます。うん、あ、私が剣を振るうのか。ああ、振るったことないのかな、剣。はい、剣を振るうオズ様はきっとかっこいいと思います。確かに、もともとかっこいいしな、オズは。そうか。あ、嬉しそう。君は反対だ、親父。いつもとっさに手が出ることが多いが。え、オズが魔法を使えない分魔法で攻撃を支援してくれ。いいじゃない、みんな師弟関係がちゃんと。そ
それぞれで描かれてるのいいな。はあれ、なんか喉も治ってきた。自信がないのか。ありません。 いえ、できます。できるらしいよ。とうふぅ、ほら、手で受け取った。手を出す前に呪文を唱える。さすがファースト先生もコブ入れてるんだな。はい、いいじゃない。とうふぅ、何？フォーセタオメユーバ。出た、フォーセタオメユーバ。そう、それだ。え、すごいワクワクするんだけど。え、これ戦前の作戦会議だよね。ああ、癖を直すのは難しいものですね。難しいか。人間一歩一歩進んでいけばきっとゴールにたどり着けるよ。そうだな。剣か。剣はペンよりも強し。私でよければお教えいたします。カインほど腕が立つわけではありませんが。剣ね。オピオン、イバラのツタだ。襲ってくるぞ。いいじゃん、なんかいいね。パルノクタン肉砂状。あ、え、これ多分オズがいたら一瞬で終わらせられるんだろうね、きっと。サティルクナーとムルクリード。ああ、だってわざわざ月の夜に来たってことはそういうことだよね。ボクスノク。あ、ボクスノク。ああ、オズ寝てるね。枕枕、低反発。オズ様。ちょ。テア。レノ。定食屋いるんだけど一人。あ、しまった。ダメダメ。イバラの攻撃もキリがない。え、やばくない？ちょっと、え、フィガロ先生助けて。フィガロ先生、私の喉は張り裂けないぞ。どう、私の決め台詞、今日限定のね。一体賢者様はどこにいるのだ。あ、います、ここに。はい、います。すいません、聞こえませんか。やっぱり喉が枯れてるせいで聞こえませんか。すいません、もうどんどん遠くなってる。私これ以上やるとサイレント実況になりそう。これからサイレント実況って新しいジャンル開拓しそうだからやめるわ。この辺で大変なことになる。ここはどこだろう。聞こえないよ、こんな声じゃ。どこで、どこかで俺は眠っているのかな。いや、わからん。もう誰にも、墓にこのまま入る可能性ある。私喉潰れてるせいで8時間カラオケ。起こして悪かったな。面白い夢は見たか。何急に。え、見たような、見てないような。あはは、忘れちゃいました。聞こえます、これ。わかる。夢って起きた瞬間忘れるんだよな。起きた瞬間。ああ、確かに。交通事故。なんで、あれ、ここは、え、どういうこと。にゃおだ。あ、え、これ最初の頃の魔法薬だ。あ、猫の鳴き声、何知ったんだっけ。思い出せない。いいな、声枯れてなくて。忘れたくなかったのにな。うん。でも、しょうがない。は、心の中でちょっと思ってたでしょ。待って。え、なんでムル。あなたは、え、なんでムル。は、会ってなかったよね、この時。君の猫だよ。え、心は弱肉強食だからね。弱い思いは強い思いに負けるんだよ。は、え、ハローキティ？ん？物分かりよく杯を飲み干すように君は悲劇さえ飲み込んでしまう。あー、うん。無理を通して誰かを困らせるくらいなら自分が傷つけばいいって思ってるんだ。あー、確かに少しそうかな。ちょっとわかんないね。でもこの中の主人公は多分そうだと思うよ。私じゃなくてね、この指切り凡人ではそうだと思うよ。優しい君、誰かと一緒にいるために、もしくは誰ともいないために、うん、緩やかにゆっくり何もかもを譲り続けて君は魂をすり減らしてしまった。え、何これ、自分のために生きろって言ってるの。君は君の魂を守ったってよかったのに。
なんかムルの言葉響くな。俺、誰も教えてくれなかったのかい。君こそがかけがえのないもの、君の代わりはいないって。なんかムルの原動力もこれだからね、自分らしくあるっていう。なんか感動しちゃったな、やばいな。もう一度言って。ターリア、ターリア、君の代わりはいない。どういうこと、これどういうこと。ムル、でも大いなる厄災に恋してるんだよね。すごいモテるじゃん。君の話を聞かせて、ターリア。待って、君だけの物語。ターリアってさ、もしかして私と同じ状況だったってこと。賢者だったってこと、ターリア。違う。そういうこと。はこれはあの部屋じゃん、例の。ここは。目を開けると不思議な空間にいた。真っ暗な空間に花のような模様の光が舞っている。うわ、偽物の宝石よく持ってたな昔。目を覚ましたか、オビシウスだ。あなたは何してんのこのところで。目の前にいたのは中央の市場で出会ったシルクハットの男性だった。オビシウスね。市場で会ったな。はい。異界から来た賢者。異界から来ました。異端の者のくせに愚かな連中に崇められていい気になって。いい気になってはないですけど、崇められてるのは確かですね。俺は、俺の名はオビシウス。お前にはここでおとなしく茨の城が蘇るのを見ていて。ここで？嫌なんだけど。ちょっとここは嫌だ。邪魔とかない？グラベル城をこんな風にしたのはあなただったんですか？そうだよね。どうして完成した人形劇を見せるって。ただいま上演中さ。バラの窓を見るな。この人にとってはこの事件そのものがショーなんだね。オビシウスは光る光模様を指した。バラの窓と呼ばれた。それに俺もじっと目を凝らす。するとそれぞれの花模様の向こう側に賢者の魔法使いたちの姿が見えた。賢者の魔法使い。茨のスターを退けて城の中に入ろうとしているカインとオーウェン。あれオビシエスの誘惑だったのじゃ。アムルって、彼らの近くの空を飛んでいるクロエとラスティカ、海の上で巨大な怪物と向かい合ってるルチルとミスラ、そしてフィガロと双子と。おお、フィガロ先生だ。こんにちは、フィガロ先生。城の広間にはアーサーとオズ、ファーストとレノックスが。みんないるじゃん。オズ、迷宮のような中庭には牛の化け物と対峙しているシノと。みんな戦ってるね。必死に駆けていくヒースクリフとミケルとミケの姿、ミチルとリケの姿。夜空を目まぐるしいい速さで飛び回る大きなツタをネロとブラッドリー。そしてみんな戦ってる。ネロネロネロも戦ってるよ。今中華作ってないよ。ムルとシャイロックがほうきに乗って追いかけ回している。みんな自分の役目を果たしてるね。みんな。さあターリア、君に生贄を捧げよう。ターリア、賢者だったのかな、ターリアって。早く目を覚まして俺の前に姿を見せておくれ。ターリアね。オビシエスと名乗った男がいびつな笑い声を響かせる。もうなんか恋は人を狂わせるっていうのことなのこれ。茨の下に手足を絡め取られたまま、俺はバラの窓の向こうの光景を息を呑んで見守ることしかできなかった。抜け出せないんだ。だって私いればさ、オズが助かるかもしれないじゃん。また力使えるかもしれないし。ちょっと明日やるわこれ。本当にサイレント実況者になっちゃう。1日経ちました。喉治ってません。綺麗だな。おっしでよ。フィガロ先生。ある一定のトーンになると裏声を出せば高音出せるようになる。
普通に喋ったら多分高音出せなくなるんだよね。ほら、フィガロ先生、フィガロ先生、フィガロ先生ね、出せないでしょ。だからフィガロ先生、フィガロ先生、こっち向いて、私にポッシュ出して、こっちにポッシュ出して。え、何、フィガロが呪文を唱えると海原の上に大きな竜巻が起こって、竜巻ってフィガロ先生発信だったの。さすがフィガロ先生、こっちにポッシュ出して。ぐるぐると渦を巻いて海と空をつなげる巨大な柱が生まれる。人中だ。凄まじい風に全身を浴びながらフィガロは会心のように悠然と微笑していた。かっこよすぎるね、このおじたま。実りの緑にいると嵐の灰色を混ぜた不穏で美しい瞳を細めてオーブを掲げる。フィガロ、フィガロ、フィガ、フィガ、フィガロ。すると巨大な竜巻はものすごい勢いで二番屋さんに向かって直進していた。フィガロ先生と一緒、まっすぐです。私の声は閉じそうです。フィガロ先生頑張って。空も海も巻き込みながら彼は手術前の医者のように手の甲をかざして軽く指を曲げて招く。見ましたか、2023年最後のブラックジャックです。おいでミスラ、ハサミ打ちしよう。北参道、これが彼の有名なフィガロ先生、北参道見せてくれるんだね。フィガロの視線の先、リバヤさんを挟んで反対側の海原の上にミスラがいた。ミスラはそこにいたんだ。指図しないでくださいとか言って竜巻の中入っちゃうんじゃないの。フィガロの言葉にミスラは面白くなさそうに悪態をつくからだけど、フィガロにこうするように魔道具の骸骨を片腕に抱いて海の中へと飛び込んだ。ミスラは結構、ミスラは結構フィガロ先生のこと嫌いじゃないよね多分。巨大な竜巻から逃げるように視界の主も海に飛び込んでいく。わーおー、何するの。え、やっぱ北参道かの有名な。暗い海の底までミスラは沈んだ。きらめく無数の泡が粉雪のように彼にまとわりついている。これが魚の要素がない人魚です。ミスラが手を離すと骸骨は一瞬ふわりと海を漂った。骸骨、鯨骨、え、すげえ、え、沈没船みたいだね。すぐさま巨大な骸骨となり方向する猛獣のように大きな口を開ける。ほんとだ、骸骨で歯が残ってるパターン割と珍しいかも。ミスラの口元が音のない言葉を刻んだ。骸骨ってどうやって歯残ってるの。言葉のない。おお、ハルシム、ハルシム、しかもちょっと海の中風味になってる。アルシム、海の風を漂わせて。次の瞬間、骸骨の開いた口からいてついた青い炎みたいなものが溢出された。え、何、凄まじい速さで吐かれた氷の炎はたちまち海水を白く凍らせながら氷のドリルのように伸びて。すごくない、ちょっとフィガロ先生もミスラも骸骨 3D プリンターも。リバヤさんの腹に向かって、あら、先輩からの洗礼だよ、腹パン。リバヤさんは巨大な竜巻に飲まれ氷の柱に抜かれるはずだった。フィガロ先生頑張れ、フィガロ、フィガロ頑張れ、フィガロ。だが忽然とふっと姿を消してしまう。なんで逃げたな、甲子園にビビったか。あれだけの大きさのものが一瞬で消失した光景に俺は呆然とした。おお、ありゃ、別の水辺に移動したな。フィガロ先生、私も海へ連れてって。フィガロ先生連れてって、私も、キャー。リバヤさんが消えたせいで巨大な竜巻と氷の柱が激突し、凄まじいトロロキ音を立てて水しびきを上げた。え、ちょっと待ってよ、ということはリバヤさん逃げたってことはビビったってことだよね。ミスラ止めなさい、俺に刺さる。やだやだやだ、フィガロ先生に刺さるのは性癖だけでいい。こっちのセリフですよ、竜巻に吸い上げられかけたんですけど。あ、そんなにやばいんだ。わあ、なんかこの二人いいね。
大丈夫ですか？二人とも。あ、リビは一体。ルチルも大丈夫？別の水場に移動したのじゃ。リバイアさんを魔法陣に閉じ込めれば無限に移動を繰り返す。あの威力にビビったってことは、あの威力で仕留められるってことだよね。ということはグランベル城に戻ったのかもしれん。ねえ師匠、ミスラ、急いで空間を。ねえ師匠、白い服汚れちゃうよ。いや、ここに戻ってきますよ。あの娘が言っていた通り、大海原の方がリビーには有利です。確かに。ここで俺たちを仕留めて、二度と邪魔されたくないはずだ。さすがフィガロ先生。なるほどな。しかし、よかったのか、フィガロや。何が？何がです？うん。あ、どうしたの？お財布落とした？フィガロ先生、ミスラさんと同じくらい強いんですね。あ、あ、すごいです。ああ、バレてる、バレシム。フィガロ先生、フィガロ先生、おっちょこちょいだな。同じくらいじゃないですよ。俺の方が格上です。あ、そうなの？ミスラの方が格上なの？そうそう、全然上。あ、そうなの？あ、どっち、これ合わせてくれたの？ってか全盛期はさ、多分フィガロ先生の方が強いと思う。今わからないよね。道楽なんでしょう。あなたの遊びにルチルもミチルも付き合ってるわけだ。なるほど。ちょっとね、ミスラ、どっちでもいい、正直どっちでもいいから私の喉開いてくれる？こんな時にもそれがフィガラ先生の信念だからね。道楽？遊びって何のことですか？遊び、うん、あ、てへってやってくれれば許してくれる。リモートで喋ろう、後で。ああ、リヴァイアさんが再び戻ってきたようじゃ。フィガロ先生、リヴァイアさんをぶっ飛ばして。あの娘も。え、娘？ボロハベーレ。出た、ボロハベーレ。バイオレット、君もうちょっと綺麗な色になりたいと思わない？ノスコムニア。来た、ノスコムニア。魔法陣を書いて、リヴァイアさんを封じ込めなければ際限なく移動を繰り返す。すごい、全てが分かってる。ああ、儀式に必要な道具をグランベル城に置いてきた。しかもまだ集めきってないし。フィガロ先生がそんな失態を起こすんですか？フィガロ先生、フィガロ先生、ルチル、下がって、はい、下がって、下がって。すみません、こんな時に言うのもあれなんですけど、お伝えしておきたくて。どうしたんですか？私たちいくらでもお付き合いしますよ、フィガロ先生の遊び。ルチル、いい人だな。ルチルは本当にいい子に育ったよね。フィガロ先生、どうする？どんな遊びでも、どんな時でも、フィガロ先生がしたいのなら。うわー、いい子たちだよ、本当に。だってフィガロ先生は私たちの恩人ですし、私たちは先生が大好きですから。うん、ルチル、わあ、泣きそう。何が道楽じゃ、たわけ者め。たわけ者？神の真似事が遊びか、凡庸の真似事が遊びか。あれ、し、え、なんか師匠らしさが出てる。ほれ、角。え、もっと切なるものじゃろうが。え、あー、やっぱ、え、そういうこと？お母さんがスレッチレッタが関係してんの？チレッタか？フィガロ先生、ルチルや、フィガロは今夜のためにオズの血を媒介に借りたのじゃ。ね、私寿命1日前みたいな声になってるよね今。魔法使いの血、髪、爪や骨が媒介になることは教えたじゃろ。あ、言ってた。まあ、そうだったんですか、フィガロ先生。だからあんな竜巻を。はあ。いや、合わせてくれた師匠が、合わせてくれた、プリンセス師匠が。実はそうなんだ。はっ、だから今夜はフィガロ先生にお任せ。配信番組決定、フィガロ先生の。わあ、かっこいい。合わせてくれたよ。俺の方が絶対かっこいいですけどね。うるさい。ほほほ、憎いことをするの、スノー。憎いね。ほほほ、たまには師匠らしいところを見せておかねばの。
いや確かに可愛いだけじゃないよね、師匠図は。さて、本物のオズの血を媒介にした娘たちはどう出てくるか。どうする？海の底に沈む石になりなさい。やだ。ボロファベール、地蔵系タイタニックはやだ。ボロファベール。いいでしょう、次は逃がしません。ミスラ、丸焼きにして食ってやりますよ。変色なんだね、結構。へえ、ドン引きだよ。くっくっくっ、うぅ。つまらない抵抗はやめろ。あ、その茨のツタはお前には溶けない。宇宙空間だし、ちょうど私の声いい感じかも。この響かない声ちょうどいい感じじゃない？宇宙空間。うん、なんとかしてこっから脱出しないと。でもオビシウスは何もしないんだね。あれ、なんだろう、あそこ暗闇の片隅にある紫のムルのかけらか、光る虫、光る花びら、違う、石だ。彗星みたいにくるくる回ってる。どれどれって分かんない、どれかいっぱい流れてる。なんかゲームセンターのさ、クレーンのお菓子取りゲームみたいにいっぱい流れてる。あのパープルサファイアの光、どっかで見たことがあるような。パープルサファイアの光、パープルサファイア、ムルじゃないの？違う。一方、グランベル城の上空では、すごい映画みたいだね。魔法使いたちがバジリスクと並走する少女を追い詰めていた。バジインビーベル出た。艦長、霧が、前が見えない。どう、焚きすぎたスモークだよ。これが本当の焼肉定食ってね。何言ってか分かんない。怯えないで、大丈夫。優しい。ここだけ見るともののけ姫みたい。そいつはどうかな。そいつはどう、ブラッドリーダー、アドナポテンスム。容赦ないな。羽を撃たれた。ダメよ、しっかり飛んで。ちょっとシアンはなんかかわいそうだな。シアンちゃん何歳なの？どこ行くの？追いかけっこ？怖っ。ムラが明け明けに見えてきた。待って。怖い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 。顔が青いぜ、シアン。顔が。ネロ、今何を思ってるんだろう。観念しな。こう見えてここにいる連中は老練な手だれ揃いだ。そうだね、麺切ってるだけじゃねえぞ。あんたには勝てない。ネロネロネロ。ボロハベール。あ、ボロハベールまたやってる。言ってもわかんないか。聞かないね。ネロは多分言葉で解決したいんだろうね。アドノディスオムニス。あ、まだまだ未熟なの。シオン、次はドレスじゃなくあんたの体をナイフが貫く。わあ、容赦ないね。もうさすがにここまで来るとね。ネロ、回りくどいことはやめろ。ブラッド。バジリスクの上に飛び乗れ。俺が陽動してやる。やっぱ話し合いたいんだな。了解。ネロは攻撃してるふりをして。シャイロック、援護を頼む。お引き受けいたします。その代わりネロに彼女を手にかけさせないでください。うわ、何そのエスコート。妙な取引だな。ねえ、どうしたの？ネロは気の優しい人ですから。いや、本当そうだよね。あの少女を手にかければ100年も200年も気にやります。確かに、毎日ポテトチップス生活が始まる。彼の真夜中のため息は姫やかで味わい深いものですが、その数は増やしたくありません。あんたも気がいい。ベネットの店が新種の歓楽街で人気だった理由がわかる。確かに行きたい。なんか人生相談乗ってくれそう。今度ゆっくり遊びにいらしてください。あ、いいじゃん。いいぜ、やるときは俺がやる。それにあいつは生身じゃない。生身じゃない？どういうこと？ネロがバジリスクの背に着地した。生身じゃない？ボレーってこと？ネロ、じっとしてろこいつ。ああ、
なんか気づいてるね、ブラッドリー。よしよし、おとなしくしな。俺の手綱さばきでいい子にしつけてやるぜ。頑張ってる、爬虫類オタク。その子を返して、ボロハベーレ。シアン亡霊なのじゃ。霊ってこと？ネロ、伏せて。え、エアニューランブル。出た、エアニューランブル。は、どうなんのこれ。弾かれた。シアン、しぶと。助かった。おい、どういたしまして。な、なにこれ、何起きてんの。エアニューランブル。ブル、後ろに回るな。蛇の尾の方を挑発すると3をかけられるぞ。ちょっとずっと霧が漂ってるけど、いつまで続くんだろうこの霧効果。わざと。わざと。はあ、なんで。それも西の国流の高尚な思考ってやつか。ああ、西の国流の高尚な思考。ムル流だよね、ムル流だよね。最高で最悪みたいな。ああ、そういう時ってあるよね。それはシャイロックの趣味。最高で最悪なのか。あ、確かに。暴露しないでください。ロックだよね、本当に。いい趣味だ。つまり俺みたいな男のことだろ。声死んでる。休憩した。喉がね、やばいんだよね。もう高3だよ私。よく言うぜ。それじゃ答えは何だ。わざと酸を浴びようとする理由。ネロネロキュン。なんだろうね、カノオ姉妹が通った後こういうオーラ流れてそう。じゃーん、どうぞ足元をご覧ください。何、足元。バジリスクの蛇の酸で城を囲む茨のツタが溶けてる。頭良すぎない。ちょっとでかしたムル、大発見だ。すごムル、戦闘 IQ 高いんだ。わーい、大発見大発見。うわ、ただのお天気おかっぱ天才じゃなかったね。ブラッド、城の真上まで先導してくれ。ネロ、さすがだムル。よし、ついてこい、取りやろう。あ、いいじゃん、このコンビ。どう、それで解けるんだ。もう降参、私もうこれ以上超えてません。